はい、皆さんこんにちは、鈴木真澄です。今日は土曜日、雨と風がすごいです。東京は今朝サンマの開きを焼いて食べたんですけど、なんかこのお皿見てください。これは日本の食卓ならではのお皿ですね。サンマの形にちょうどぴったり。そして作った煮物です。鶏の手羽元、里芋、こんにゃく、人参、たけのこ、干し椎茸、昆布、しめじ、ごぼう、こういうのもどんどん煮えにくいものから、お鍋に入れて、お酒、お砂糖、みりん、お醤油、だしの素、お塩もちょっと入れました。もうただ入れて煮ればいいので、皆さんも作ってみてください。煮物は日本のお母さんの味ですね。それでは今日もお元気で。